FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。招待師匠乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋伸之です。花輪伸之です。水曜パートナーのメイプル超合金ドーナツです。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。昨日ね、ラジオショーでちょっと相撲のね話をしたら、はいはい、メールが来ましたね。なんで大野里だっけね。あ、そう、大野里がすごいって話でしょ。すごいって話して、昨日花さんが相撲についていろいろ説明してくださったんで、相撲に興味を持って初めて自分からチャンネルを相撲に変えました。琴ノ若と大野里の取り組みました。私個人の意見ですが、琴ノ若が大野里に対して、相撲甘くねえんだよって、メッセージを与えたくらい感傷だった気がしました。相撲これから見ようと思います。ありがとうございます。そうだったんだ。琴ノ若が勝った。感傷でしたね。先輩、琴ノ若が。琴ノ若先輩。さすが貫禄の違いを見せつけましたね。ただ、大野里の立ち合いが、少しこう、いつもの大野里の立ち合いに比べては、ちょっとこの、手が伸ばしきれない時にも琴ノ若が早かったね。体が先に入って、もうそのまま、押し出したから、本当相撲って、あの一番見たらすごい力の差があるように見えるけど、本当ちょっとした体勢とか、1秒2秒でまた変わる。あと、意外とスピード勝負なんだよね。スピード勝負。スタートダッシュみたいな、ね。スタートダッシュがもう合うか合わないか。立ち合いなんだよね。立ち合いが全てだから、もうそれもう一回見ていただいたらわかりますけど、大野里の琴ノ若が潜り込めたから一瞬で勝ったけど、あれ大野里が諸出しで突き、話せたら多分一気にやられてたな。本当零コンマ何秒。コンマ何秒。立ち合い、まあ、まあ、立ち合い、まあ、そこがやっぱり関脇ですか、琴ノ若。琴ノ若の関脇の、まあ、意地ですかね。そうだね。ちなみに、昨日ちょっと押してる幕下に、いる、大野勝っていうモンゴルの、はいはい、むっちゃ強い力士が、負けたんですけど、あ、負けたんだ、大野勝。幕下で大野勝倒せるやついるんだと思ったら、若隆景でした。ああ、もうそこまで落っこって。今ちょっと怪我して、若隆景。下に落っこっちゃったんですけど、若隆景は優勝してますから、一回、最高、幕内で。一番強くなった力士ですから、そうね、もう完全に貫禄の違い。だからやっぱり、面白いね。あんなに差がある。朝の山も、やっぱね。朝の山もそう。落ちてたけど、序二段まで落ちてから。上がってきて、今場所ね、優勝争いまでしてたんだもんね。でも、怪我しちゃって。怪我って、ね、大変ですよね。結構だ、ね、だって軽トラが衝突するぐらいの、なんか音しません？なんか、ガッとね。ガッガボッっていう音するじゃないですか。土俵も高かったりね。ああ、転げちゃった時に怖いですよね。土俵高いのはやっぱどうしても。どうしてもね。見やすくしてるの。まあまあね、落ちちゃうんだよね。そうそうそう。やっぱり、ね、なんかこう、力士がこう、ガッて当たるじゃないですか。ガボッっていう音がして。そうか、力士特有のコブありますよね。右肩かな、右肩か左肩かどっちか忘れましたけど、多分ぶつかってる、あれコブですよね。その立ち合いのさ、頭と頭で行く時って、はいはいはい、もうそのなんか、なんとなくあんの、左側通行とかなんかあんの、そんなそう。いやいや、だからそれは、相手が右四つ、うん、だったら、要するに右の声、皆さん相手から左の脇を刺されたくないから、もう絶対脇締めていくとか。じゃあ相手によって頭がどっち来るか分かんない。そうそうそう。もうそれは作戦で、だから安美錦っていう力士なんかは、もう白鵬がやっぱり強いって思う力士を、もう事前にこの自分の一緒にやろうよってやって、で、安美錦のことを頭に白鵬が。ダルビッシュみたいな、自主練みたいな。そうそう。入ってるからこそ、絶対この形で来るなっていう反対の方を本場所でやったら、白鵬がちょっと狂って、そこでなんとか回し取れて、奇跡的に勝つことが。そういう作戦をもう立ててできたって言ってたから。なるほどね。それも一回しか通用しないしね。一回しか通用しない。でも、俺もさ、5歳の娘とさ、7歳か今、娘とやって負けることあるからね。何だから相撲で。だから、この、あれによってはね、そのポジションによっては。大丈夫？大丈夫じゃないと思う。
もう悔しい。心配で、花田さんが心配になったんだけど。悔しかったもん。まあ、あんまり思いっきりぶちかましできないってなるけど。本気でやんないからね。本気でやんないってあるけど、やっぱり、体勢によっては、簡単にこの、大人でも押せる場所ってあるじゃない。だ俺もなっちゃんと やっても負けるとは思うんだけど、はいはい、この体勢になったらもう無理っていうところまでいけるかどうかだから。力が入る。そう、それは多分あるんだと思うけどね。なるほどね。攻略していただいて、ってことですよね。うん、そう。え、やりたいです。うん、やります?いい、いい、もうその、もういよいよ、そのすぐ、なんか、商業的にすぐ。腕相撲じゃなくて。やりますとかじゃないんだよ、相撲。もうね。いや、そう。でも柔道でこの前あの、龍之介、あの、勝利くんが、俺も有吉ゼミ見て知ったんだけど、おいっ子の、僕のおいっ子の、あの、優勝してさ、横浜市の柔道大会で、すごい。今、中1だよね。中1、中1、中2、中3、全員いるのに、優勝して、すごい。上級生相手に。すごい強い。確か年末、あの、家で集まった時、みんな家族久々集まったんだけど、ずっと元気に、このさ、お前の、内股はさ、こうしなきゃダメなんだよって教えてたのよ。もう、勝利が。あんなちっちゃかった勝利がだよ。それでなんか、おじさんだからさ、ちょっと、え、どうやんのとかってやったら、もうマジそういうのいいんで、みたいな。柱。だからもう、元気くんが小学生の時に花田さん投げ飛ばされてる。あ、そうそうそう。それもだって。俺、知らない。俺よくさ、15年前くらい。兄貴にさ、お金借りに行ってたんだよ、昔。金なかったから。はい。で、多分こう、まあ、別に毎回言ってたわけじゃないよ。うん、はい、たまに、あの、お金とかじゃなくて、あの、ご飯食べさせてもらった時もあるよ、もちろん。で、でも兄貴も盛るから、あいつはね、ほんといつもお金借りきてんだよ、みたいなことを多分言って、多分、元気からしたら、なんか、こいつはどうしようもない奴だと思ったんだろうね。ほんで、元気が柔道やってるってなんとなく聞いてて、おい、元気も柔道やってんだろうとかってやったら、バーンって。まあ、ほんとちっちゃい時でしょ、だって。息できなくなったってのはありましたけどね。背中が。あ、俺売れないと。未だに忘れない。小学生投げ飛ばされるわ。中野のマンションのあの和室。うん、よかった、畳で。一応畳で、ね。畳だよ、畳だよ。畳の部屋でやろうよ、これ。柔道やってんでしょ、つったら。うん、吉田道場だから、当時。うん、吉田秀彦さんに。荒木くんね。はじめ泣きながら、連れてって、強くなってさ。びっくりしたよ、本当に。でも年は離れてるけど、その弟だから。弟だから。何投げされたんですか?大外刈りだよ。外刈りだよ。外刈りだよ。ああ、まあ、それは呼吸できなくなります、ね。呼吸できないよ。外刈りだよ。受け身取れないとね、うん。授業でやったけどね。あの、柔道は。はい。そんな、話にならなかった。早かったですか?うん、ちょっとやってたっていうのがあだになったよ。言ってももう30歳ぐらいだからいけるかなと思ったけど、もう話に。スパーンっていきました、ね。うん、スパーンって。吉田道場バリバリのね、小学生には勝てない、ね。そう、だからすごいね、あの、勝利が頑張ってるからさ、偉いなと思ってさ、ね、嬉しかったなんか見てて。そっか、花さん弱。いや、花さんが弱いんじゃないんだ。いやでも、その、一応家系ではあるから、花田さんの娘も強いって可能性あるよね。確かに。7歳の娘も、その、花田さんにね、勝つことがあるってことは、うん。うちの奥さんの妹も柔道やってたからね。あ、ちょっとじゃあ。結構強かったらしいからね。すごい、うん。実はっていうことあるんだ。実はあるかもしれないよね。そうですね。どういう、わかんないよね。でも、花田さんのお兄さんはめっちゃ強いじゃないですか。うん。うん、花田さんも強い素質はあるはずなんですよね。DNA はね、一緒なんで。目覚めてないだけじゃないですか。いや。マジっすか。今から覚醒しても怖いでしょ。格闘技の血が。参加できるやつあるんですか、今から。この年になって。あの、あれみたいな。玉木宏さんみたいに。あの、なんか、ブラジリアン呪術とか、岡田さんみたいな。まあ、それか、そのもう本当ブレイキングダウンとかに出て笑い物になるから。いや、すごい。楽しそう。まあ、漫才協会会長なんで。あ、負けないっすよ。うん。ああ。つって。50の人も出てたでしょ、だってあれね。なんか。あ、50の人でした。なんか。若い子に負けねえよって言ったら、ババア黙っとけよって言われて。ああ、あれ50の方 ?50。なんか、あの、そういうのだと思ってても俺なんか、辛かったもん。見てらんない。ピロリンさんが。普段なんか優しい一面も分かってるから。そうだよね。なんかかわいそうだったもん。なんかすごい文句言う。ババうるせえババアとか言われてんのが、なんか。かわいそうだよ。自分の友達がなんかディスられてるみたいな、俺ちょっと嫌だったな、あれ。難しいですね。マイクパフォーマンス、ね。だから、その、この前、漫才協会のネタ見せブレイキングダウンって言って、はい、漫才協会の若手で、
戦わせて、なんかネタ見せをするんだけど、そこで喧嘩しちゃうみたいにやったんだけど、その時に、すげえ強いやつがいたんでしょ、大竹頂上決戦。コンビ名なんだっけ、今。幸せの家だったやつ。なんだっけな。なんか言ってたやつですか。もうダメだ、本当忘れちゃう。はやぶさ丸だ。の大竹くんが、もうプロレスっていうかみんなさ、ふざけてこうやってやるじゃん。その時にこう、大竹は軽く押したんだけど、もう全員吹っ飛ばされたの。で、本当三好くんなんか転がんちゃって。で、もう趣旨が変わってきちゃって、お前のその力は何なんだみたいな。いや、僕わかんないです、みたいなぐらい強かったから、その大竹を倒す奴は多分現れないだろうなっていうことで、この前漫才協会の大相撲決定戦っていうのをやって、まあ、この前、今週かな ?YouTube に上げたんで見てもらいたいですけど。はい。あ、大鶴ひまは出たんですか？大鶴ひまはね、スケジュール取れなかったんだけど、やっぱり、まあ、優勝したのは浜谷さん、浜勘。ああ、まあ強いよね。めちゃめちゃ強い、あの人。上腕の太さがすごい、あの人ね。すごいですよね。だから、金清と浜谷さんでいい勝負になると思ったのよ。金清ってもう本当にさ、ただのでかいやつなの。ただのでかい。あいつ本当ただでかいやつなの。それもう何にもできないの。金清さんって格闘技やってないの？あいつやってないの。やってないの。何にもやってないの。それでさ、ボールペンをさ、いつも入れるじゃん。胸ポケットね。あれができないから、回しにボールペン入れてたのよ。そしたら、ガガ丸がさ、いたんだけど、それ本当ダメです。反則だよね。それ危険だよ。ギャグもさせてくれない。ボールペンも出せない。回し姿になったら無理だよね。無理です、それは。やめてください。うわぁ、そっか、新鮮なもん。強かったね、浜谷さんは。でも、大竹と、あいつ強かったね、キラーコンテンツの、和で。和で？あ、そう。へぇー、あ、ほとんど互角だった。あ、そう。でも、体力がもう結局最後若いから。あ、まあね。和で君ももう50歳ぐらいから。50歳でハゲてるから。もうそれハゲてんのめちゃくちゃ年上なんだよね。年上なんだよ、和田君って。俺たちも余裕で後輩なんだけど、めちゃくちゃ年上で、若手って言ってんだけど、すごいいい子で、テニスでね、インターハイかなんかやっちゃスポーツマン。スポーツマンで、すごい強くて、びっくりしたのが、大竹の、突っ張りを防げるやつがいるんだって。知らないから。大竹の突っ張りを聞いてる人知らないから。いや、俺も、早草丸大竹の突っ張りの強さ。俺も我が怖くなって、その人から。あんな強い突っ張りを。通用するやついたんだって。人数が足りなかったんだよ。どうしても。だから、ガリガリの堀江。言うじゃん。堀江はもう、とにかく力がない。スポーツもできない。スポーツはできるんだけど、力がない。っていうのが自分のコンプレックスで、まあでもしょうがないからってやったんだけど、もうガリガリで、で、マリアのイーちゃん、イーちゃんに電車道、これ。イーちゃんも出たの？イーちゃん出た。イーちゃん、女子相撲をやってる。あ、そうなんだ。一番相撲は、だからイーちゃんにみんな回しつけてもらったから。ああ、そういうのもわかるんだ。イーちゃん余裕で勝ってみたいなね。とこで、面白かったね。いや、面白そうですね。漫才協会、大相撲決定戦ね。いいね。イーちゃんはどこまで行ったんですか？イーちゃん対、トーナメントだったんだけど、イーちゃん対、バジ豆腐山口っていう。うわ、一番でかいじゃん、あいつらだって。一番でかい。一番でかい山口はもう、日大のアメフト部ですから。ええ？その、なんか問題になった、あいつすごいそれ言うんだけど、問題になった別の、なんかやつなんだけど、だから、そのアメフト部のすっごい強くて、特待生とかもなんかだったやつだから。と、イーちゃんですか？イーちゃん。もう話になんない。いや、まあそうでしょうね。無理です。決勝が山口くんと、浜谷さん。浜谷さん。浜谷さん。山口くんも。投げた。投げ飛ばした。投げた。すごいっすね。すっごい強い、浜谷さん。握力だね。あいつすごいな。肘から上の太さやばいじゃん。やばい。握力やばいのかな。えげつないんだって、ゴリラだよ、もうあれ。いや、本当は浜谷さんゴリラだよね。うん。浜谷さんゴリラか。ゴリラの腕してるもん、あの人。いや、確かに相撲って回しをつかむのに握力めっちゃ必要ですよね。握力大事よ。すごい大事ですよね。握力。まあ、柔道もそうですけど、その。サスケもやっぱサードステージ、握力で。ああ。結局握力しか使わない。もうだって指の力しか最後もう。何なの、あれ。あれなんだから。すごいですよね。どんだけもうそれまで身軽で、押す力とかがあっても、最後結局指の力でみんな落ちちゃうんだから。そっか。そう。だから、その難しいよね、バランスがね。でも、人のこの作りの中で一番、細い、こんな細い指が、食
繰り出す力の大きさ、うん、やっぱ全身の筋肉の中でこのやっぱ握力が一番やっぱ発達してんだって、うん、人間が、ああ瞬間でグッてできるってこと、ああそうやっぱり、ああなるほどね、そうそうそう、そのためにこう5本のあれでちゃんとなるようになってるってことなのか、そういうこと、まあ、チンパンジーとかゴリラもそうだけども、この種類はもうみんな握力のここの筋肉がやっぱ全体のねこのバランスの中では一番、で生活しててさ、そんな壁にこう伝うことあんまない、うん、ないね、ないよな、あのクリフハンガー的な、うん、ことをやることはないけど、ペン握りのだもうどんどん、ね、どんどん退化してんじゃない、だから退化してんの、退化してんじゃない、やっぱりなくなってきたかも、アウストラロピテクスの時とかもう ものすごかったのかな、サスケとか余裕できたのかな、いやそうじゃない、やっぱりだって木登りとか絶対してるじゃないですか、あで木もね登って掴んで自分の体重を支えて次の木に行くって、そう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 、相当すごい、本当だ、うん、なんか昔のあの人、はい、だってこの前なんかあの熱海行った時にあの殿様とかを乗せるあのカゴ、うんうんうん、むっちゃ重かったもんね、なんかちょっと漆塗り のあんなのをかこうタクシーのさ代わりで運んでたんだよ、それだってやばくない、東海道五十三次って、うん、あれ担いでる人いますよね、じゃあ、うん、すごくない、なんかすごいな、超体力あるよ、ね、昔のじゃあ江戸の人と今の一番強い人が戦ったらどう、それはだからもうそれバキ、あそ宮本武蔵、それやってんのがバキ、宮本武蔵のクローン、そっかそうだそうだやってたわ宮本武蔵のクローンに魂を下ろせば、そうだ板垣先生いつも考えてること、そうだ板垣先生の思考になっちゃった、武蔵めちゃくちゃ強かった、うん、それをなんかこういう感じのトーンでいつも先生に、うん、どっちが強いですかねとかって言って、うんうんうん、いやねってなると思うと、うん、宮本武蔵じゃないですか、あのトーンで返される、真剣にシミュレーションしてくれるんだ、うん、このさ宮本武蔵強いっすよ、あすごいね、このトーンになるからなんかちょっとごめんなさい、茶化しちゃったみたいになってるそれはすごいな、でも板本先生は、うん、すごいよ、面白いもんね、面白いですね、そう漫画だからできるみたいな ね、そうね、今週はなっちゃんは何かあったんですか、いろいろ今週は、うん、何やってたかな、うん、まあ宮城の方に行ってロケたりロケして、あれ見ましたよ、何シンゴジラの模型っていうか、その何な岩パプリカじゃなくてなんだっけ、レプリカやばいちょっと待って、シンゴジラのパプリカマジでマジですいません、レプリカなんかその、うん、まあまあとあるとこ行って、うん、あのゴジラとかも歴代のもいて、でシンゴジラの顔だけがもうダントツで凶悪で、めちゃくちゃ怖かったですよ、やっぱ並べて比べると違うんだ、もう全然違かったです、あそう、もうすごい凶あ見せたいな、凶悪って、それ目つき、目つきもそうだけど、えそれ横須賀、あいやちょっと北の方ですね、あ北の方、はい、全然違うぞ、うん、ああこれシンゴジラか、写真をね今、うん、あなんかあれだね、赤いのも入ってる、ね、怖いね、ちょっとめっちゃ怖かったです、ダントツで怖かったから撮ってきました、はい、レプリカを撮ってきましたね、あとあのディジリドゥっていう民族楽器をあの購入しまして、えやるの、そのいやなんか、うん、音が好きなんですよ、ディジリドゥ、ディジリドゥってどんな音するの、アボリジニの方のその、まあ、民族楽器みたいな感じなんですけど、うん、ビョー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 っていう、そうなんか聞いてほしいな、そうなんかなかなかテレビとかでも見ないか、あまあそうです、日本で形的に言うと筒、でっかい筒みたいな感じですね、なんで買ったの、いやなんか好きだなと思って、ビジリドゥ ショート買いですね、ショート買い、それ、ね、ネット、はい、ネットで買う、ビジリドゥ、ディジリドゥです、ディジリドゥ、ディジリドゥです、響きが好きなだけちょっと待って、あれってそうだよね、ドーデュースと一緒じゃん、ドーデュース、ドーデュースと同じじゃん、ディジリドゥ、あ一緒だ、あとドーデュースじゃん、プルタクンポックンミョンもそうじゃん、うん、プルタクンポックンミョン、響きで言ってるよ、それで、うん、響きだもん、なっちゃんって人生人生響きで全てはもうそこが基準になってる、そうだよ、だからか、え、うん、だから買いたくなったのかな、そうなんじゃない、響いたんだ、だから。はい。でもその楽器の音は本当に好きで。うん、いくらしたの？1万ちょいです。
あ、はい、あのアフリカ系のやつなの？アボリジニだからそう南？ん？え、オーストラリアじゃない？オーストラリア、オーストラリアなんだ。オーストラリアか。オーじゃなかった。オセアニアとかじゃない？うん。ビュービュービュー。へー。吹けるようになったらいいなと思って。あ、そう。うん。そなんかどういうあれなんだよ。でもメロディーはできるんでしょ、やっぱ楽器だから。でもなんか難しいっていうか、その呼吸をしながらずっと息継ぎなしなんですよ、俺。え？なんか吸って吐いて音を流すみたいな感じなんで。吸っても音がする。そうです、そうです。っていう風な手法。ハーモニカみたいな。難しいんですよね。ブブゼラみたい、あ、ブブゼラはね、あれ南アフリカのワールドカップの時みんなやつやつ ね、形は似てるっちゃ似てる、本当に筒ですね、なんか鉄パイプでもできるって聞いたことあるんですけど。え、同じ音出んの？なんか うまい人はそうらしいですよ、それをちょっとなんかできるようになった。春巻きと間違えて買っちゃったってことない？筒、生春巻きと間違えディジリドゥ間違えてアマゾンで筒じゃん、基本的に筒作れるのに、うん、間違えるか！ああじゃないですよ。無理がある。ロッカルには無理があるって。そっか、今日あれなんだ。え？そうです、ゲストでね。あ、そっか、はい、終わりですね。ああ、え？それではそろそろ行きましょう。はい、This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado.Let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花信之です。水曜パートナーのメイプル超合金&ナスです。ナイツアラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今日はゲストが2組登場します。1時台はダイヤモンドユカイさん。2時台は安全漫才のアラポンが登場です。うん、はい、今日はゲスト2組ということで、はい、メールテーマはなしです。ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などをお待ちしております。宛先なっちゃんからお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツアラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ The Radio Show。 クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる。油物でムカつくようになってきた。胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジンコアアルファ、元気な胃袋が戻ってきますよ。第2類医薬品です。不動産物件専門リフォームの日総です。私たち日総は上場企業として新たなスタートを切りました。これからも日総は不動産物件のリフォームにこだわり続けます。リフォームの日総。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから
現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは、東京都の青梅トンネルに大型トラックが故障で止まっているため、狭山日高インターまで13キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。高速道路は東名高速道路の下りが東京料金所で乗用車が横転した事故のため7キロ渋滞しています。関越道は上りの湯沢インターと水上インターの間が事故のため通行止めです。首都高速道路は混雑の箇所少なく、7号線上りが両国ジャンクションで1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。伊集院光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組、伊集院光の種。メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで、話の花を咲かせていきたいと思っております。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。日本放送サンライズラジオショーお届けしております、はい、この時間のゲストお越しいただきました、ダイヤモンドユカイさんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なっちゃんはもうなんか同じ事務所のサンミュージックなので、ね、そうはい、なっちゃんにはね、いつもお世話になったらすごい。なっちゃんと、あ、そうですか。お世話をさせていただいて、お世話させていただいて、そんなことないでしょ。一応建前で言うと長いよね。でもよく ね、すれ違って、あ、よく一緒になる、そうね、へー、うん、相方の方は忙しいからなかなかね、あ、彼女ですね、お会いすることないけど、よく事務所いるよね。います、います、あ、そうなんだ、うん、入り浸ってます、事務所で会うんだ。僕らはね、何度かはお仕事させていただいてると思うんですけど、ってますよね。そうですよね。多分ね。何かしらでその、はい。でもなんか、なんですけど、一番なんかそういうので、うん、なんか、あの、大喜利とかで、会ったことあるけど、うん、ダイヤモンドが出てきそうですよね。なんかこう、一緒に共演したこと、多分あるかな、みたいなね。そうそうそう。接点というのはなかなか。そうね。俺もなんか、はい、バラエティ番組とか呼ばれても、はい、あんま何も考えないで、出ちゃってるから。なんかこう、覚えてないことが多いんだよね。ああ、そうですか。うん。だから、そのなんか共演者とか見て、うん、なんかこれ喋ろうとか考えていくっていう感じじゃないんですね。あんまり余裕がないっていうかね。あ、そうですか。そこまでね。うん、だから、絶対合ってると思う。合ってると思いますけど。はい、うん、だ。だとしたらこっちは覚えとかなきゃいけないでしょ。いやいやいや。覚えてます？いや、覚えて、いつもテレビで見てるから、うん、共演してる気になってんのか。それもあるかもしれない。テレビもあるかもしれない。テレビとか、うん、そういうのでは、見てるから。そうですよね。うん。どっかで、
絶対一緒になってるよなって思いながら来ました。ネットニュースとかの記事とかでもよくね、なんか見たりするのもあるし、だからさっきびっくりしたのが、今もう栃木じゃなくて埼玉にね、栃木のイメージがね、イメージが、そうそう、佐野に住んでましたよね。佐野に、あの家はねまだあるんですよ。で一応あの大使はいはいはい、やってて、ふるさと大使みたいな、まあそんなようなね、うん、やってて、でも今は裏、今はね、その埼玉、埼玉の、もともと埼玉、実家が埼玉でね、そう、埼玉で今、あ、そうなんですね、あの PTA 会長やってます。PTA 会長やってるですね。お子さんの小学校、双子のボイストゥーメン、あ、ね、そうだ。そう、もう6年生になったけどね。へぇ、PTA 会長って何するんですか？何するんですか？まあいろいろ、あの、うん、まあ、PTA の意味知ってます？ああ、PTA の意味、うんうん、あ、ペアレンツ。あ、だい。ああ、そうですね、ペアレンツ。ティーチ？ティーチ？ティーチャー？ティーチ？え？ティーチャー？え、ティーチャーなの？うん、ティーチャー。ペアレンツティーチャー。A。A。うん。あ、A がわかんない。A は結構難しいよね。A 難しいですね。アンサーじゃないよ。え、アンサー。アンサー。あ、あ、アンダーバー。何わかんない。それあんたに。だから言うで。アンダーバーじゃない。そうか。アソシエーション？アソシエーション。俺も知らなかった。なんか会みたいなことですか？なんかまあ組織みたいな。はいはい。だから、あの、親御さんたちと、まあ保護者と、あの、先生と、を、うん、まあ、つなぐ、こういう、組織みたいな。そういう意味、まあ、そう、子供たちをより良い環境にするために、まあ、最善を尽くす。なんか、やるんですか？みんなの前で喋ったりとか。それがほとんどだね。あ、それがほとんど。まあ、むしろ、その、それ以外はあんまり。いやいや、あの、学校との、まあ、そういうね。雑務もあったりするんですか？雑務、うん、雑務っていうのかね。まあまあ、なんかいろいろね、連絡取ったりとか。まあ、こんな俺がね。はい。こんなことをするようになるとは思わなかった。まあ、その、うん、ロックミュージシャンですから、うん、そのやっぱ、うん、学校とか、うん、その、ご自身子供の頃って、うん、なんか、すみません、なんか勝手なイメージですけど、あんま行ってないイメージがあるんですけど。いやいや、小学校行ってるよ。小学校は行ってる。小学校行ってるんですよね。さすがにね。ロッカーって小学校行くんですか？いやいや、一応行きます。公務員でもそうだったから。あ、そうですか。そうそうそう。親御さん公務員なんですか？公務員でした。両親とも公務員でね。あ、じゃあ結構ちゃんと学校は真面目にやってたんですか？ちゃんとってのは。いや、ちゃんとはしてなかったな。ちゃんとしてなかった。まあ、あのね、こういうのもなんだけど、自己肯定感がものすごく低くて。あ、低かったんだ。何やってもダメな、って自分で思い込んでる。そういう子供だったね。なんかすごいポジティブな人に比べちゃうみたいな。なんだろうね、やっぱりこう、比べてたんだろうね、きっとね。うん、勉強も好きじゃなかったし、先生もあんまり好きじゃなかったしね。振り返るとね。学校は、あの、嫌いだったね、俺ね。それが今、PTA の会長。でもね、やっぱりロックに出会ったんですよ。はいはいはい。中学2年の時に。中学2年の時。それまでは全然、あの、興味なかった。で、ロックに出会って、あの、まあ、ビートルズなんだけど、もう、そういうビートルズ見たく歌いたいなって思って、なるほど。ギターを買ってもらってさ。で、ロック歌い出したら、まあなんかみんなに、お前かっこいいんじゃないかって言われて。で、もう自信ないじゃん、私は。でも鏡見ながらさ、ギター弾いて、俺かっこいいのかなって。そっから自己肯定感が、を得たっていう。なるほど。じゃあやっぱ人生変えたのはやっぱり。そうなんだよね。ギターなんですね。じゃあ毎日、ロックなんですね。学校から帰ってきてギター弾いてた。もう毎日6時間ぐらいやってたね。ええ。やっぱり夢中になったらそうなる。夢中でね。中学生ですもんね。そうそう。だからまあ感謝してね、ロックにはね。なるほど。それがなかったら本当に全く自己肯定感がなくて。うん。やっぱりなりたいものとか、そういうのもやっぱなかったんですか、それまでは。そうだね。うん。やっぱり好きなものっていうのは、そういう出会うって、うん。重要だなっていうか。なるほどね。え、もうロック以外はなんかなかったんですか、これ。いやー、いろいろね、だから、あの、スポーツとかはさ、まあ頭あんまり良くなかったんで、スポーツは、あの、いろいろ参加してたのよ。小学校の。野球とかサッカーとか。サッカー、野球、ベースボールは一緒か。サッカー、野球、ベースボール。ついつい。芸人が一人。野球、ベースボール。ベースボール。そうそう。マラソンとかね、水泳とかいろいろやったんだけど、そこそこできたとは思うんだけど、
やっぱちょっと自信はなかったね。そこまでこう夢中になる、ね。でもやっぱりギター弾けない人だって いますよね。やっぱり上手くなんない人とか。F の挫折っていうのがね、あってね。F の挫折ギターはね。バーコードを使って、こう、ほら、うん、押さえる。はい、あの弦を、うん。それが結構、まあ、練習しないとね。指の形が結構難しいですね、そこのね。そこでできなくなってやめる人が結構、うん。なるほど。それどう乗り越えたんですか、F の挫折。どうですか、うん、もう根性だね。根ですよ。独学で、うん。独学で。もちろん独学。その、うん、今結構なんか教室もあったり、うん、あと YouTube とかでなんかみんな習ってギターの練習するらしいですね。いい時代だよね。いい時代ですよね。俺もたまに YouTube 見てチェックしてるもん。え、こうやって弾くのかみたいな。本当にね、そうですよね。うん、でも当時はなかったからそういうのが、もう独学で、うん。そうだね。だから間違ってることとか多いよ。ああ、そっか。全然間違ったまま覚えて。ちゃんと教わってないってことですね。そうそうそう。ビートルズに憧れて、初めて、武道館出たわけじゃないですか。それすごくなかったですか、感動の話。来るんだね。武道館いやいや我々もね、出たことありますから。あれは金賞天満堂の、はい。いやいやいや。金賞天満堂の。ゲストでね、ゲストでネタやっただけですけど。そうなんだ。武道館同じなんか出演者として。武道館ね。武道館。ただあのね、ユカイさんはもう、なんか、もう出れないらしくて、なんか、出禁になったっていう話。本当ですか、これは。これ来るか、しょうがない。まあ、そうなんだ。お昼で大丈夫なんですか、これわかんないです。いや、まあ、全然もう、時効だと思うから。時効、はい、うん、もう20年以上前の話で。はいはいはい。うん。あの、武道館で、うん、もう本当に、弾けちゃったんだね。もうやっぱ憧れの、やっぱそのビートルズ憧れて始めた。パワーがもう出ちゃったんですね。そうですよね。うん、何度かやってたのよ、もうその前。あ、その前からもう。はいはい。うん、それで、はい、まあいろんな、なんていうの、うんうん、いろんなことを。ステージで？ステージで。ああ、いろんなことを、いろんなことを。大したことじゃないのかもしれないけど、まあ、うん、一応ほら、決まったルールがあるじゃん。はい。ルールを破ってしまったってことね。ああ、うんうん、そうなんだ。うん、裏のうなぎ美味しいよとかそういうこと言っちゃったとか。いやいや、そのぐらいだったら多分喜ばれると思う。あ、そうだよ。裏のうなぎ。なんでそれ禁止なの？さっき言ったけど。あ、そうですか。そうじゃなくて、うん、そのルールが。うん。まあ武道館って言うとやっぱりね、うん、ビートルズがさっき言ったけど、一番最初にエンターテインメントを武道館でやったっていうね。まあ俺たちにとってみれば。聖地。だね、やっぱりね、うん、そうだね、それはやっぱりやっちゃいけないこともあるわけですね、やっぱその聖地では、うんうん、そうなんだよ。え、何やる？いやいや、別にやらないんだよ、あの、はい、まあ、当時、はい、まあ、でもこの話してもいいのか、生放送、いや、ちょっと大丈夫なんですか、うん、どこでも吸ってる当時だから、ほら、うん、あのタバコ吸ってる人がほとんどだったじゃん。で、あの、エリック・クラプトンなんかね、うん、今は吸ってないけど、タバコを加えて、ほら、加えタバコで行きたいみたいな。で、タバコ吸ったりとか、あの、ね、うん、してた、うんうん。それで一応あれ、お伺いみたいなのを立って、うんうん、ステージで演出としてタバコ吸いますよ。はいはい、演出で。うん、で、タバコを吸ってたのさ。うんうん、まあその演出さ、うん、俺の中では、はい、まあこうガーってこう、なんだ、弾けちゃったんだね。うんうん、どっちかっていうと、このうちのバンドはさ、はい、なんかこう、うん、反逆的なバンドだったんだね。うん、はいはい、当時まではね。うん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 、で、なんかタバコ吸いながら、うんうん、歌ってて、うん、それでいろいろ、世間の、うん、もういろいろ頭にくる、全部、うん、叫んで、うんうん、それで、まあそういうのを代弁したつもりでね。なるほど。うんうん、で、タバコを、まあ俺も考えて、それは演出としてさ、うん、下にこうちゃんとタバコをこう受け皿みたいなのがあって、うんうん、あの、ふざけんじゃねえよみたいなので、ぴょっとこう、タバコをそこに投げた。投げたみたいな。はい、それがきっかけで、そこが一番大きかったみたいな。え、消防法に引っかかってない。ああ、うん、なるほど。そうそうそう。そうなんだ。そうそうそう。ちゃんとこうやってジュッてやんなきゃいけなかったんです。いや、どうなんだろうね。だから聞いた話だと、その次の日に、うん、あのチャーさんが武道館にやって、うん、はいはい、で本当は加えたばこでやらずだったんだけど、うん、そこから禁止になっちゃったって。あら、俺のせいで。
だからもう責任をね、ポイ捨てみたいなことは絶対ダメだったんだ、ポイ捨てじゃないんだよね、まあそうですよね、演出ですもんね、演出だったのかな、まあそんな時代、今だったらもっとひどいけど、まあ、その手前でもうね、ダメになってたんでしょうけどね、うん、あーなるほど、まあ、その時代もありますね、うん、そうだね、きっかけでチンコ出しちゃったみたいなことですもんねそれはね、俺じゃないよ誰かいた、いや他にはいたんだ、いたんだよ当時は、そういう人に違う人がやってんだ、いたいた、あいたんですか、いたいたいた、それは俺はやってない、それもやっぱ出来になるんですかね、それはなってないみたいな、それはなってどうやるか分かんないけどね、それはなってない、消防法には引っかかんないですね、イメージの問題なんじゃないきっと、イメージが 悪かったの当時、なるほど、今はもうなんかね、優しいお父さんっていうイメージだけど、当時はやっぱりちょっとね、時代がやっぱりこうひっくり返ってると、ね、当時だって一番悪い人みたいなイメージでずっと登場して、20年ぐらいはずっと悪い人だったの。ああ、そっか、うん。ある意味でブラックリストみたいな。だからね、それがなんかちょっとわかんないけど、こう回転して、うん、まあ俺も多分、うん、あのいい人になったんだろうね。もともといい人だったんですよ。人間にはいろんな側面があると思うんだよ。うんうん、ね、やっぱり、うん、ね、悪い部分だって持ってるし、うん、もちろん。だその角度によって、うん、ね、そっか。そうそう。でも今は本当にね、もう還暦すぎてね、うん、もうあと何年、うん、ね、うん、あと何年こうロックができるかなっていうのもあるし、うん、なるほど、だから今本当に自分で、ね、うん、まあ、あと10年ぐらいかなと思ってんだよ、やっぱり。なんだかんだ言って、本気でいろいろことがで、うん、で、まあ、自分のことだけ考えて、こう、生きてきたけど、うん、なんか、まあ、あと10年、うん、みんなが喜んでくれることとかさ、なるほど、うん、みんなと分かち合えること、うん、そういうのをやりたいなって今思うようになったね。こんな俺もね。なんか、すごい。楽しみとかあるんですか、今。毎日これが一番やってて楽しいとか。うん。楽しみ、うん、楽しみはね、うん、毎朝、うん、あの起きて、はい、うん、まあなんていうの、うん、自分なりのさ、うん、その、はい、唱えることがあるわけ、うんうん、唱える、うん、それを唱えながら、うん、日本茶を入れるんだよね、へー、うん、それで、うん、まあ要するに感謝の言葉を、うん、自分なりに作った言葉があってさ、うん、それでお茶をこう毎朝入れて、美味しいお茶、極上の、それを飲んでる時っていうのはやっぱりちょっとあの頃に戻ってくださいよ。何なんですかそれ。若い頃のソースで武道館ゆかいさんらしくないですよ。武道館できになってゆかいさんが今は。いやいや、あといろいろ感謝を込めてお茶を入れる。これが俺なんだ。ソフトクリーム協会の会長もやってるらしいじゃないですか。なんかスイーツ好きなんですか、その甘いやつ好きなやつとか。スイーツはね、はい、まあ、俺男性不妊で子供を授かって、はいはい、それで、うん、まあ、なんだろう、妻が妊娠した時に、はい、なんか俺できることないかなと、うん、やっぱり要するに男性不妊だったんで、うんうん、ほら、妊娠してもどう、うん、不安でさ、はい、で、なんかガンかけようと思って、うん、で、俺死ぬほど酒飲んでたのね。あ、バケツ一杯ぐらい毎日、うん、飲んでたよ。まあ、うん、昔はね。断酒しようと思って、はあ、で断酒したのよ、うん、はい、1年間、うん、おー、すごい、で断酒した時に、うん、なんか半年ぐらいして、うん、ちょっと スイーツをまあ食べるじゃない、はいはいはい、もう最初ショートケーキだったんだけど、はい、ショートケーキを食べたら、うん、うまかったんだよね。なんか、染みますね。なんか、すごい染みる。一言一言。断酒してからの、ショートケーキがめちゃくちゃうまい。本当に、本当に今、ショートケーキみんな食いたくなりましたよ。その話聞いて。だからね、ショートケーキって、こんなうまかったんだ。でも、酒、お酒めちゃくちゃ飲んでる時は、うん、もう甘いもん全然食べなかったんですか、やっぱり。全然でもないけど、あんま美味しいって感じたことはなかった、そこまでね。そっからね、なんだこれと思って。それでいろいろ、シフォンケーキだったりとか。でも、それだと、すごい太らないですか、その、未だにスリムなのは、その、太らないようにどうしてるんですか、ね、普通絶対、スイーツ好きで。何かタバコやめたり、うん、お酒やめたりしたら、太るじゃないですか。反動で。うん。うん、そうだな、それは不思議だな。なんかやってないですか、うん、その、太らないようにっていうのは。うん、ほんとね、
まあでも夜食べないようにしてる。ショートケーキは。あ、ショートケーキは。うんうん、ああ。なるほど。やっぱスイーツはちょっと、あの、夜遅い時間は。スイーツは研究のために、この研究しようと思ってるから、ほら。なんでこんな美味しいんだろうっていうのはさ。なるほど。で、いろんなショートケーキを買ってさ。で、ショートケーキもいろんなこと知るわけじゃない。はい、あ、なるほど。あの、いちごは酸っぱい方がいいんだ、みたいなね。甘いショート、あの、いちごだと、ほら、殺し、あの、相手をほら。甘いものは引き立つ。そういうの。ショートケーキには酸っぱいイチゴの方が向いてる。向いてるのとかね。まあ3本がいいんだとか、なんかそういう、なんかあるじゃないですか、よく。ね、うんうん。そうですよね。まあそっから、うん、まあ、あの、メロンパンとかね。メロンパンを研究しだしたり。メロンパン研究したんですか？メロンパンでもでかすぎてなんか研究すると腹いっぱいになっちゃったね。そうですね。一個食べるのも大変ですけど、ね。大変だったね。もう、いろんなの食べて。メロンパン作ってみたよ。メロンパン作ったんですか？作るとこまで行った、ね。作れるんですか？自分で？あの、売ってるのよ。あの、パンのほら。うん。わかりますけど、その、あの、ね、素材からパンを作る。でも、だって、家に、家のと、オーブン、オーブンで。オーブンじゃなくてね、こう、はい、パンのね、機械があるの、パンを作る。ああ、はい。で、メロンパン作れるのよ。作れるんですか？で、メロンパンは、メロンじゃないってことを初めて知ってさ。その時に。俺、メロン関係ないんだよな。中学校時代のエピソードみたいですけど、なんかさっきから。そのぐらいショートケーキがうまかったんだよとか。そのぐらいね、だからスイーツが楽しかった。全部やっぱ新鮮なんですね。そうやっぱ、ね、スイーツをやっぱり研究していくと。メロンパンは、メロンじゃない。あの、何入れるんですか、まあ、メロンパンのクッキーなんだ、ある意味で。ああ、そうか。うまくいっちゃうと、パンとクッキーを、はつけてるものがメロンパン。なんだっていうのが分かる。俺メロンがなんか混ざってるもんだとずっと思ってたんだよ。メロンパンって言うんだけどまあだってショートケーキはイチゴ入ってるからね。そうそう。メロンパンっておかしいですよね。ね、うん。研究していくといろんな反応があるのか。やっぱ日本の和の。はい。はい、ああ、今。もうあんこが一番。和菓子。うん、体にもいいしね。和菓子がいいんですね。和菓子はやっぱりいいってところでまでたどり着きました。へえ、はい。なんかやっぱすごい面白いな。そんな話しかしてないじゃん。めちゃくちゃ。なんか、染みるないや、面白いですけど。なんか、帽子でね、やっぱり。さあ、もう、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。短いんですよ、短いんです。すいません。いや、っていうか、この話をしに俺来たんだ。まあ、みんな喜んでくれたら、それは。喜びますよ。メロンパン作った話です。嬉しいじゃないですか、なんか。メロンパン俺が作ったみたいじゃん、メロンパン作った人みたいな。お知らせを、はい。お願いします。はい。こちらですね。そうなんです。はい。あの実はね、うん、あの年に一度の愉快祭りっていうのをやろうと思って、愉快祭り、でもうロックやってるからね、うんうん、まあロックダイヤモンド6ショー、うん、うん、でもうやもうかれこれ40年近く、うん、ずっとねバンドでデビューしてやってるんですよ。だからこれを、うん、まあ1年に1回ぐらいバーンとでかくやりたいなと思って、うんうんうん、でまあなかなかね今あの続けていくこともね、はい、大変じゃない。そうですね。うん、うん、まあつまあ第一弾として、うんうん、今年から、すごい、うん、あのダイヤモンド6ショーつってね、有楽町、はい、会いましょうっていうところがあってね、会いむはショーで会いましょう、有楽町で会いましょうと、ああ、会場があるんですね。会場がある、そこでやります。でまああの。一部もあってね、うん、この間発表したばっかりなんだけど、うんうん、まあさっき言った、うん、世の中の人をなんか幸せにしたいなってね、うんうんうん、まあ微力ですけど、はい、でまあ世界中に、うん、こう、まあ、夢はでかい方が叶わない方がいいじゃない、うんうん、あのアフタースクールを作りたいなっていう夢があって、ね、いやもう実はあの埼玉の某ところに、はい、あのアフタースクールをもうやる。話はできてるんだ。うん、やろう。もうね、うん、今、話進んでるんですよ。で、それに先駆けて、うん、まあ、チャリティっていうか、うんうん、まあ、シングルファーザー、シングルマーザー、うん、まあ、共働きの人も多いじゃないですか。うんうん、で、学校もほら、まあ、PT やってるからなんだけど、うん、働き方改革とかでさ、うん、なんかほら、先生も、うん、あのね、はい、時間があんまりなかったりとか、うんうん、アフタースクールって重要だな。なるほど。そこでなんかいろいろ楽しいことをいっぱいできたらなと思って、うん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 、それで、まあ、チャリティーを含めて。チャリティーも含めた。そうなんです。それで、まあ、障害者の子たちもみんな集まって、うん、その、今度のスクールの。うん、で、みんなで、俺の、ムクロジの木って曲があるんですけど、うん、親子3世代を、うん、あの、つなぐ歌を作ったの、うん。それを合唱をね、やったりとかするコンサートはね、なるほど。一部で。へー。
やろうと思ってます。3月9日、はい、土曜日じゃない、はい、3月9日の土曜日、はい、3回で行います、はい、ということでゲストはダイヤモンドゆかりさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。メロンパン俺が作ったって言っといてありがとう。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ここで東京税理士会所属税理士法人48に送られた50代男性の方からの感想をご紹介。母が亡くなった3日後、父も急死。急な話で相続の準備はできていませんでしたが、父の作った財産目録があったので、最初は自分の力で相続手続きをしようとしました。しかし、相続は難しく、もたもたしている間に申告期限ギリギリに。そんな時、相続税の CM を耳にしました。電話をしたところ、ご対応いただき、期限前日に申告できました。税理士は敷居が高いと思っていたのですが、事務所の雰囲気は良く、料金も良心的でした。また依頼後、私がやることは特になく、ただ完了の電話を待つだけ。こんなに簡単なら最初から丸々と依頼すればよかったです。その上、期限ギリギリにもかかわらず、数十万円の節税までしていただき、今回の費用を支払っても得になりました。ただもっと前から相談しておけば何倍も節税できたので後悔です。これから相続がある方は一度相談した方がいいですよ。相談だけならタダですし。このように相続税は申告と対策次第で安くなります。まず相続税の無料診断ダイヤルへ 0120-400-800-400-800。 The Radio Show。 続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。冬の江ノ島のウィンターチューリップ、まだ今週いっぱいぐらいまでギリギリ楽しめそうです。江ノ島のサムエルクッキング園では、今開催中の湘南の宝石に合わせて2万本以上のウィンターチューリップがあります。12月から1月が毎年見頃なんですが、今年は暖かい日が多かったので、もう満開を超えたものが多いようなんですね。冬に咲くチューリップは、冷蔵保存しておいた球根を植えると春と勘違いして芽を出して花が咲くということで、サムエルコッキング園はもう春がいっぱいです。湘南の宝石のイベントはいよいよ来月の2月29日までの開催となりました。島内全域でのイルミネーションの中でメインスポットが、このサムエルコッキング園と江ノ島シーキャンドルです。光の大空間、シャンデリアのように広がるシーキャンドルのライトアップをぜひ間近でご覧になってください。ウィンターチューリップは今週中だったらまだ何種類かは見られるということです。横浜のスタジオから田中一さんがお伝えしました。田中さん、はい、あのメロンパン作ったのってダイヤモンドユカイさんで知ってました？知らなかった。知らなかったでしょ。広めんなよ。そう、拡散してください。神奈川で僕も今日初めて知りまして、あ、じゃあみんなに言っちゃいますけど。そうなんですよ。大変だよこれ。そうしますよね。ありがとうございました。ありがとうございます。ミュージカルスウィーニートッド、フリード街の悪魔の理髪師、18世紀のロンドンで家族を奪われたスウィーニーが愛がゆえに復讐へ突き進む。主役のスウィーニートッドを演じる市村正親です。ぜひ劇場へお越しください。東京建物ブリリアホールで3月9日からスタート。現在チケット一般発売中。
時刻は1時54分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。今年11月のアメリカ大統領選挙で共和党候補指名争いの第2戦、ニューハンプシャー州予備選挙が23日行われ、アメリカの主要メディアはトランプ前大統領が勝利したと伝えました。圧勝した初戦のアイオワ州党員集会に続いて連勝を果たしました。一方、ヘイリー元国連大使は支持者を前に敗北を認めた上で、戦いは終わりには程遠いと述べ、選挙戦を継続すると表明しました。AP 通信の集計によりますと、得票率は開票率 32% の時点で、トランプ氏が 53.9%、ヘイリー氏は 45.1% でした。およそ20ポイント差がついていた事前の世論調査に比べて2人の差は縮まりました。パレスチナ自治区ガザでの戦闘でイスラエルが提案した最大2ヶ月の戦闘休止をめぐり、AP 通信は23日、イスラム組織ハマスが拒否したと伝えました。イスラエルは人質全員の解放を求める一方、戦闘の終結には応じない方針です。終戦とガザからの軍の撤退を要求するハマスとの隔たりは大きく、交渉は難航しています。次に、東京千代田区が発注した区立の小学校と幼稚園の改築関連工事をめぐり、業者に入札情報を漏らしたとして、千代田区の区議会議員らが逮捕されました。官製談合防止法違反の疑いで警視庁に逮捕されたのは、自民党会派に所属する区議会議員、島崎秀彦容疑者64歳と、千代田区の元行政管理担当部長、吉村泉容疑者62歳です。調べによりますと、島崎容疑者は2020年5月に入札があった工事の一般競争入札で最低制限価格に近い数字などの情報を業者に漏らした疑いです。警視庁は業者からの見返りがあったかどうかについても調べる方針です。島崎容疑者は今日区議会議長に辞職願を提出し、辞職を許可されたということです。おしまいに、捜査の第一線で活躍する警察官ら警視庁の職員が制作した絵画や書道などの作品を展示する第68回警視庁職員美術展が今日東京中央区の日本橋三越本店で始まりました。会場式で挨拶した小島博史警視総監です。これらの作品はいずれも余暇を利用して制作したものでございます。ぜひ普段の警察業務の姿とは異なる職員の一面に触れていただければ幸いに存じます。今回の美術展には専門家の審査を経て選ばれた絵画や書道、写真などの作品98点が展示されています。今日から今月29日まで開かれ、入場無料です。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。ふゆの辰巳雄大です。僕たち主演の舞台、隅田川ヤングロード物語2、ああ青春はマサラの香り、1月25日からサンシャイン劇場で上演。今回はなんと商店街にマサラムービーの撮影隊がやってくる予測不可能な展開、ぜひ見に来てください。詳しくは公式ホームページで。ナイツ The Radio Show。甘党さんですね、はい、人生で一度もロックに出会ったんだよねとか、ロックに感謝という言葉を発したことがないので、うん、さらっと言えるゆかいさん、かっこよかったです。かっこよかったね。 F の挫折も今後の人生で一回は使ってみたいセリフです。そう、ギターをやらないと分かんない。 F の挫折分かんない、ね、うん、なんだろう、お笑いでこういうのないもんな。なんだろうね。お笑いで言ったらどれぐらいのレベルなんだろうね、 F で。うーん、 F の壁みたいなのって、ね、なんだろうね。何ですかね。何で、なんか挫折したことあります？お笑い。いや、それはもういっぱいあるけど、なんだろうね、ちょうどいいやつが。みんなが共通してってことだよね。乗りツッコミの挫折とか。乗りツッコミができなくてやめるとか。リアクションとか。リアクションとか。なんかそういうことなのかな。グルメレポートとか。でもなんか分かんないけど、 F めっちゃ簡単だったらどうしよう。そのレベルが分かんないよね。確かに。そう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 。人前に出るぐらいのレベルだったらどうしようかな。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。
お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。幸せがあることを